伏黒、私の学ラン知らない？いや知らん。おかしいな、ここに置いておいたんだけど。あ、パンダ先輩、私の学ラン知らない？伏黒とか言ったか。どんな女がタイプだ。イタドリ、私はパーを出すぞ。じゃんけんポン。寿司か、銀座のいつものとこでいっか。ザギン、うーん、見てないな。そっか、どこ行っちゃったのかな。そうよ、ムッツリにはハードル高いわよ。お前は黙ってる。ただでさえ意味わかんねえ状況が余計ややこしくなる。ねえ、呪術高専って4年生でしょ？交流会は3年までなんだよ。へえ。あれ夏服か？ムカつくけどいいな。さっきの本当なの？呪力がないって。本当だよ。おい、スカートもねえんだぞ。それは超えちゃいけねえ一線だろ。おかた！ったく、ゴミどもが。俺回転寿司がいい。くっ、イタドリお前ほんと、くっ、伏黒も何か言えよ。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。似てるって思ったけど全然だわ。マキさんの方が100倍美人。寝不足か？毛穴開いてんぞ。ぶ焼きそばと焼きそばが別物のように回転寿司も別物なんだよ。私は寿司が食いてんだよ。あれ、これマキさんのだ。こんばんは、釘崎野原でーす。おろしたてのジャージにバカすか穴開けやがって。てめえのその制服を置いてけよ。私の夏服にしてやる。落とせ。帰るぞ。てか釘崎ど田舎出身って言ってたけど、回転寿司行ったことあんの？僕のフェイバリットは寿司棒だが、初めてなら立派寿司だろうね。先生分かってんじゃん。おい、まだ行くとは。高田ちゃんの怖くがな。へえ。ということがあった。お前ら嗅いでみろ。何買った感出してんだ。制服置いてけ、こら。やめとけバカ。ここじゃ勝っても負けても貧乏くじだ。釘崎よく聞け。立派寿司はな、寿司が新幹線に乗ってくるんだ。なあ。運転した。この子回転寿司初めてなんだ。国道沿いの駐車場がバカでかい立派寿司まで。お前らみたいに自分の呪力を流してどうこうしてるわけじゃねえよ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。別に臭くない。お日様の匂いって感じですね。お日様。ほら、さっさと翔子さんのとこ行くぞ。私はマキさん、尊敬してますよ。